ヨハン・アダン・クルマス、ヨハン・アーダム・クルムスは、ドイツの解剖学者。杉田玄白や前の両宅らが翻訳を行った、解体新書の主言書である、ターヘル・アナルトミカの著者である。十枚に、詩人、喜劇作家のルイーゼ・ゴッドシェットがいる。シロンスク・ピアストリオ・ブレスラウで、パン屋を営む父アーダムと、母マリアとの間に生まれた。両親の休死後、 九歳年上の兄ヨーハン・ゲーオルクに引き取られ、私立のマリーア・マグダレーネン・ギムナジウムへ通う。1704年、兄と共に、ダンツヒエワタリア,アカデミッシェン・ギムナジウムへと転入し、名だたる教師陣の講義を聞く。1711年にハレに移りクリスティアン・ボルフから、数学を、フリードリッヒ・ホフマン、ゲーオルク、シュタール、ミーハイル・アルベルティラから医学を学ぶ。 フランクフルトによって、すぐに、ライプツヒに向かい、ヨーハネス・ボーンとアウグスト・クイリノス・リビヌスに教えを請う。そしてイエーナ、アルトドルフ、シュトラスブルクを転々と留学し、たどり着いたバーゼルで1719年に学位を得た。その後オランダに渡りヘルマン・ブールハーフェ、ベルンハルト・アルビーヌス、ガーブリエル・ファーレンハイトラの下で研究者として働く。1721年に、 エーベリング出身のコンコラ、そして1725年に科学者としての実務経験を備えた内科医としてダンツヒに戻り、母校でかつての死の一人、ヨハネス・グローゼン・メイヤーの後を襲い医学と物理学を教えた。1736年からは C 氏を専任する。1745年、56歳で没。ターヘル・アナトミア。 国立科学博物館の展示。28枚の図表について解説した解剖学図表は1722年にダンツヒで出版され、その後も版を重ねらン語オランダ語、フランス語に翻訳された。1734年に、オランダ人医師ヘラルト・ディクテンによってオランダ語に翻訳されたものが日本にもたらされ、 杉田玄白や前の両宅らによって複数の解剖学図表を参考に日本語訳され、1774年に解体新書として出版された。ありがとうございます。